10月7日の6時半頃に、私のあやちゃん、娘のあやちゃんが、なんか、ベッドに来て、で、お母さん、お母さん、来てください、なんか、変な音があります、と言ってました。で、お話も始まって、 ばかりで、サイレンがありましたでそのままパジャマでみんながそのあのイスラエルにあるのセーフティールームに走りました。なんかとても心でなんか悪いことがありそうと感じましたので、もっとそのガザの隣の あるの家族に電話しようなと思ったら最初は私のいとこにメッセージ送ったでメッセージでお話があった時になんかすっごくすごくすっごいなんか大変がありそうですねで何か何かあるかちょっと聞いたらもうわからないとても怖い 変なアラビア語のお話聞いたりとかそういうのそうガンショットとかそういうの普通の普通のロケットの音じゃなくてなんかとても変怖くて怖くてで私がもう本当にもしそういう気持ちが持ってるんだったらもうや,、ま、やめましょ。 それを、あの、メイクテクストをやめましょうと言ったら、で、これ大丈夫、セーフルームにいるから、もうすぐ終わると思いますので、で、ごめんなさい、私が言ったのね。今までい仕事でいつも忙しくて、忙しくて、会えなかったんですけれども、今回、もうすぐ会え会おうと、メッセージが送りました。それで、 瞳子が別の、もう子供が持てるから別の部屋にいたのでば、おばさんにちょっと電話しようと思ったんですね。おばあさんが78歳でとってもとっても病気ですね。がんとかいろいろな病気がいっぱいありますから、ばあちゃんが メッセージであんまり良くないんですね。私のばあちゃん。で、電話しようと思った。電話したときに、なんかとても静かにお話がありました。もう周りはいろいろな変なことがありますから、もうちょっとお話ができないと言ってました。で、私が言ったのは、 わかってるわかってるで今どこにいるどこにいますかと聞いたら私はセーフティルームの中にいるから私がじゃあやっぱりセーフティルームだからセーフだからもう大丈夫大丈夫私がとても愛してますお話がやめましょうで彼女がちょっと難しいねとか彼女が 私、愛してますよ。愛してますよ。そうと、愛してますよ。と言ったら、私が電話が切りました。7時18分だったの。10月の7日から朝の7時18分から、私がもう一回その声を聞きませんでした。 で、おばあちゃんが、どうなかからなかったんですね。で、その日の夜に、そのテロの本当にモンスターが、とても嬉しくて、ビデオを 世界に送ったんで、すねでそこのビデオの中に私たちがそのばあちゃんが見たの。おばあちゃんがあまり歩くができないです。で、自分の持った椅子、その持った椅子をが持てるから、で、一人のテロリストが座って、で、もう一人がプッシュして、で、彼女がアップして、 ですねで今の生活の中にもうとても何かいいかどうかもうすごく分かってく分かってないんで今彼女が虫死んじゃったんだったら今1ヶ月半ぐらいにその棚の中にいないんだったらそれはいいことかどうか分からないんですね どこの方が、あの、その辛い、辛さが、ど、どっちの方が死んだ方がいいか、向こうにいるの方がいいか、どうなる,なるか、もう本当に迷ってる、心に迷ってるんです。すっごく病気の中で、薬なし、トイレもなし、シャワーもなし。 どんな空気を生き、生きてるどんな空気を、なんて言うのしみ吸ってる吸ってる。どんな空気を吸ってるか、どんな水を飲んでるか、水があるかどうかもわからない。何にもわからない。で、このおばあちゃんがピースアクティビスだったの。毎週、毎週。 そのパレスティナ人と平和になるために、いろいろバレンティアをやったのに、彼女が。かわいそうなのに、こんな人間を取れちゃったの。その夜に、別の部屋にあいたの、私のおじさん。 このおじさんです。とっても、とっても一番世界で一番優しい方です。で、彼は奥さんといたんですね。奥さんです。で、奥さんの娘と子供たちもお休みだったのにお遊びに来たの。で、 遊びが来たときに、その子供たちもい一緒にいた。あとは聞いたのは、奥さんが電話ずっと電話オープンしてで、みんなが来たのの。いとこから聞きました。お父さんが、ちょ,ちょっと待って、ティッシュ、あや、あやちゃん、ニリポポ,ポ,ポ、ごめんね。 大丈夫ですみません。まあ、何回話しましたけど、いつもすごい。失礼しました。おじいさんがもともとは、おじいさんがもともとは、農業のディザスターリカバリーの先生です。 もう50年以上が世界中回って農業のディザスターリカバリーを教えてるの。もう何万人とわからないんですけれども、彼はいっぱいいっぱいいっぱい人間をセーブしました。 で、その農業から生活をするために世界を回っていきました。平和の人間です。アラブの国、アジアの国、南アメリカ、北アメリカ、ヨーロッパ、どこでも行って回り、回りま、ました。 で、彼は人間の方だから、そのテロリストがお家に入った時に、彼はそのセーフルーンから出ようと思ってお話がするのと考えたの。で、彼は人間の方ですので、入ったのテロリ人が テロールのハマス人がお話しすれば、なんか、なると信じたですが、取られた。奥さんと娘と孫ちゃん、3歳と5歳が、四人が、4人が、その部屋に残った。それで全部電話で、 そのお話が私たちが聞きました。で、急にテロジ人がまた戻って、電話が来ちゃった。その後は私たちが分かったの。最初はおじさんが取れ,取れた。で、何分の後は、 もっとテロリテロリンが来て、でその女性のイ人が取れた4人だよ、おばあちゃん、その娘、3歳と5歳の、孫です。3三代三三世代三なんてい、う three 3 generation ね。さ、うんせ 1>, 1回目で3世代取られた。それで彼女たちに彼女たちをそのなんか車なんか農業みたいな車のお城にみんなをなんかお荷物みたいにしたんですね。で急に何かあった時にみんなが 泊まったた時ににんなが下にいたんですであの時は私のおばさんが土地の上にこれあ転んだんですね。で転んで死ぬのかをしましたんですけれども誰かがんが来てで頭にも殺した。 娘の孫の目の前に殺したで。どうして私たちが分かってるのは、その隣に死んだのみたいなおばあさんが殺してないの。で、みんながガーザに行っちゃったときに、彼女は傷がいっぱいあったんですけれども、だん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 。 おうちに戻って、それイスラエル人の政府があのセーフしましたね。だから、そういうの話が私,私が来たのに、ね。殺しポイントエフラットカツ。私の名前と一緒、エフラット。カよし、おいしいポイント。

そのまま生きてたんですけれども、隣が死んじゃったのは私のばあさんです。今日は、今は、えーえー、エイトン・ドビド、えー双子が拉致されてて、あのこの前、インタビューした方じゃないところの、 また違う3歳の双子が2人拉致されてる家庭がいて、お父さん,お父さん同士も、えっと、双子で1人生き残っててで、その人たちが自分の家族が拉致されたって知ったのがそのナオミットさんのおかげなんですねで。同じトラックで拉致されたっている。ちょっと話がつながって。私はグレイアンティビデュケテ、シュのハッシュシャイタートファイアハデミナオイトミナオミットイム。 Yeah. だからそのことを分かってるんですね。で、そのエファーゃさんがあの彼女も農業の先生だったのね。時別は植物の病気のスペシャリストだったんですね。だから周りのみんなが植物を好きな庭を好きなみんなが 彼女のいつもこの葉っぱを見てどうしたのどんな病気で何をするとかとっても優しかったです。で、顔はすごく綺麗。髪が、髪はとても暗くて青い目だったのですね。死んじゃったと聞いたら私が迷ったの。 生きてほしいと思ってるんですけれども、こんな綺麗な方は、向こうのモンスターのところに行ったら、レイプとか、いろいろな悪いことを絶対やると思ったら、死んじゃったの方がいいかなと思ってたんです。 でもそれは自然の考え方じゃないんです。私が自分でどんなことを言うか、どんな考え方私にな、私の考え方もうほん本当に変な考え方になりましたと感じます。死ぬか、キッナップか、どっちの方が、どっちでもダメです。 普通の人間だよ。東京、渋谷、二丁目に行ったら、もう240人を取られて同じだよ。それとも四国のどこか村に行って、240人の村を全部取られたよ。そういう意味を、みんなわかってほしいな。 と感じ感じます。それは10月の7日のことでした。ありがとうございます。うん。本当につらいですよね。そういうことがなかなか <laughs> その重みが日本に。 しっかり伝わってないっていうもどかしさ、うんうん、何としてでも一刻でも早くみんなを返してほしいって、うん、私がね政府の方じゃなくて軍隊の方じゃなくて教育の方ですね 私が自分自身で向こうのテロのことを分かってなくても何もあのごめんなさいもう一回彼らは人間じゃないですだからその お貸してほしいの話があってももしかしたら私たちが彼らの欲しいことを分かってないと思いますけれども私がその240人が戻ってほしいです自分でそういうのテロの値段を 全部払いたいです。もうどうぞ。何でもどうぞ。人間は値段がない。人生に値段がないです。それともイスラエルの政府の問題だけじゃないと思います。今回はこんな大きな問題が世界中の問題です。 問題もあるしヨーロッパの問題もあるしアメリカの問題もあるし中国の問題もあると思いますどこでもテロが今の現代にいますで今回イスラエルの戦争じゃないですそれは普通の人間 の戦争です。宗教の戦争じゃなくて、文化の戦争じゃなくて、ユーマネティの戦争です。だから、日本人も聞いてください。日本の皆さんが 心の中に見たらもう分かってると思います。イスラエル人はとってもいい人間です。日本人とあんまり変わらない人間です。同じ愛情、同じ教育、同じ長い文化を持ってる人間です。 遠くてもおうちに座って見るだけ何にもしないだったらとっても悪いと思いますそれは世界中の問題です私たちだけじゃないです私のばっさんおじさんどこ 子供もいるんですけれども、それは私の問題ですけれども、本当はイスラエルの問題だけじゃないです。危ないよ。私がそういうことをお話になると、本当に考えなかったです。文化のことを、 科学のことをそういうことをいつも教えたんですけれども今はこのインタビューをするんだったらやりたいことではないですでも少し日本語をできるんだから日本語を使って 日本人の皆さんにそういうメッセージを送りたいです。とても感謝してます。日本の心はとてもイスラエルの心に似てる。だから日本人が今イスラエルのことを分かってほしいです。 愛情の国です。イノベーションの国です。考えているのか方の国です。とてもいい国です。本当にいい国です。そこを見て、わからないことを聞いてください。決まるじゃなくて、わからないところを聞いてください。 彼らは帰ってこないと思います。イスラエルの力は一人ではできない。世界中の政府たちがみんな一緒、みんな一緒、助け合いで助かると思います。助け合いないと帰ってこないと思います。 ありがとうございます。あのー、皆さんのね大切な家族を救出するために今一番何が必要だと思いますか。あい皆さん皆さん例えば כדי להציל את <אח> כל <הכול> החטופים, <אח> מה לדעתך המעשה הכי חשוב כרגע שצריך לעשות? <אח> 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 誰かごめんなさい。ごめんなさい。うん、大丈夫ですよ。はい、ごめんなさい。ちょっと長くなりました。大丈夫ですよ疲れた。そう。私がイスラエル政府を 見て彼らたちの力を全部合わせてそのキッドナップの皆さんの人生を考えるために絶対絶対力を入れるしかしないと欲しいです。あ、<laughs>

堀先生、うん、あのちょっと難しいことが言いたいんですけれども大丈夫ですよどの言葉でも大丈夫です,よいいですか טוב, נכון? מי זהו, שלחתי לך. את יכולה להקריא את זה. אוקיי. ישראל נושא פונים, וואו. שקראו אוווסת. 最善を作ってほしいんですね。世界にも力を合わせて最善を作ってほしい。全力を作ってほしい。それを絶対。うん。待って。 最善をごめんなさい最善を救ってほしい全力をくってほしいです本当に心からそれでよろしくお願いいたします、うん、そうですね あのー、もう一回言った方がいい、うん、ごめん,ん、あのー、質問,い質問この僕の質問が適切かどうか分からないのですが、うん、人質をその救出する時の最善の策というのが、うん、今の方法が 一番いいのか別の交渉の仕方があるのか、うん、今はなかなか時間が経つばかりでそしてまあ犠牲者の数が増えるばかりで、うん、一番肝心な本当の市民が守られてない、うん、うん今の方法が本当にベストなのかここは איפה הבנת את השאלה? שאלת את השאלה? הוא שאל, אני לא יודע אם זה בסדר שזה במקום שאני שואל אותך את זה, אבל לאור המצב שאנחנו אני לא שומעת אותך, את במיוט. מיוט. אה, סליחה, סליחה, אני מדברת, אני כבר שעה חופרת לעצמי, סליחה. לאור המצב, hey. לא, הוא לא נעים לו לשאול לאור המצב מה? כן, אז, אז לאור המצב, שלא נע... ש, ש... שהוא, הוא, לא, הוא לא בטוח אם זה במקום לשאול, אבל mm -hmm. השאלה שהוא שמח לשאול, אם הוא יוכל לקבל עליה תשובה שלך אישית, זה האם... זאת הדרך האולטימטיבית בעצם, כי אנחנו מבקשים מהממשלות, ממשלה ישראלית ומממשלות העולם לעשות את כל, כל שביכולתם כדי להחזיר את החטופים. אז מה זה בעצם כל שביכולתם? מה זה בעצם הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות ולפעול לטובת החזרת החטופים? האם הדרך שאנחנו נוקטים בה כרגע, שבעצם רק מגדילה את, את, את כמות הנפגעים בעזה, האם זאת דרך שאפשר לקרוא לה הדרך הטובה ביותר או מקסימום הכוחות או המאמצים? כי נכון לקרוא רק הזמן ממשיך לחלוף. זה בסדר שאני אגיד לו שאני חושבת ש... ש... אולי סנסי גומנה, אני חושבת, אני רוצה להגיד לו שאנחנו לא אנשים ש... את יכולה גם להגיד את זה בעברית. שאנחנו... שאנחנו לא אנשים של מלחמה ושאנחנו לא רוצים לפגוע שאני יודעת שנפגעים גם ילדים ונשים ילדים אינסנט איך אומרים אינסנט? מוזאי מוזאי? את יכולה להגיד את זה בעברית? יש חלק מספיק אוקיי, okay, ארוך pero... שהוא ביפנית, okay. אני יכולה להגיד את זה בעברית, okay. כי בעברית okay. בעצם okay. את יכולה להגיד יותר מסר, okay. יש okay. לך יותר בשר במשפט. אוקיי. אני מדברת אך ורק בשמי. אני רוצה שידעו שאנחנו אנשים של שלום ואני קשה לי לראות את הסבל של האנשים שלא קשורים לחמאס ואני יודעת שביניהם גם יש אנשים שהחמאס משתמש בהם כ-human shield. זה קשה לי לראות את הסבל, אבל אני חושבת שצריך להכניס פה מילד את הקטע הזה, שתסתכלו על מה אתם הייתם עושים. הסבל שלנו הוא נוראי. אני עכשיו במצב שאני יכולה אך ורק לחשוב שאין זמן. גנאי אתה הונטוני בערבית: גנאי דס. 赤ちゃん、子供、お年寄り、時間がない。本当にないです。だから、何でもやってください。私がもう本当にわからないんですけれども、世界中の力は合わせて、もう戻ってほしいだけです。bring them back home now. Even, so, Miel, please, please tell Holy Son. אפילו שזה בעד הפסקת אש, אפילו שזה בעד הומניטריה, לא מעניין אותי שקודם כל יחזרו בחיים. זה מה שהעולם צריך לעשות, שהם יהיו בחיים. אבל הכי... תגידי לו רגע. כן. えっと、まず、これはあくまでも私本人の個人的な意見なので、他の親族が拉致された人とかの意見とかはまあ代表的なものではありません。イスラエルは本来本当に平和な国で、まあ、こっちイスラエル側から戦争を始めることもなければ、こう戦争しようっていうようなモラルがあるような国ではなくて、本当に日常的には、あのもうただただピースに行きたい。本当に あの静かな平和を愛するあの国民性なので、えっと、戦争を好んでやってるわけではもちろんありません、えっと、ただ私は今あの毎日ガザの、えっと、もう罪のない、えー、民間の人たちが子どもも 大人も亡くなっているのだったり、傷んでいるのを見て、本当に心が苦しいです。その苦しみはあの人種を選ぶものではなく、苦しみは苦しみなので、それはつらいです。ただ、私の家族、私の友達は時間がないので、それは停戦があの彼らの帰国を早めるなら停戦、えっと。人道支援が早めるなら人道支援。それはもう専門家に任せるしかないので、 全世界が合わせ合わさって解決してください。そうです。<laughs> ぴったりうん、うん。そういうことです。うんうん、でもう一つのは傷がとても深い。まだ血が流ってるの傷です。だから私たちに そういういろいろなはどうすれば次はお平和の話とかそういうのことを今の聞くのは時間です。ないですね。うん、もう心から血が川のような流ってるんです。それでみんなが その二十四十、二百四十人が死んだったら平和のチャンスも死ぬと思います。だから、だからその将来のため、みんな力を合わせて将来の子供のためにその二百四十人を 助けてほ本当ですよね、世界がもっと一致団結して、一刻も早く、何にも罪のない、ね、<Yeah. S 1> 本当にただそこに暮らしてた人が、なんでこんな怖い思い、こんな辛い思いをしなきゃいけないのか。国連のね 大きな国々だってお互いにやっぱり政治的に譲れないことがあるからお互いに否定して結局何も動かないっていう本当につらいですこんなに簡単なことですよ市民の命を助けてって言ってるのに助けるのチャンスは今です週間後に みんなまだ生きてるかどうかわからない。最初を助けて、次の問題は次に話しましょう。最初は助けてください。で、私が自分の先生だから、自分の子ども、自分の生徒たちに、次のメッセージを今、 ままだ決まってないですもう絶対その平和の教育を諦めたくないです。希望をまだ心にどこか持ってるんですけれども、戻ってこないと私はどんな先生になるか、本当に迷,迷ってるです。 何十年ぐらいをいつも生徒たちに私が愛情のメッセージを一生懸命一生懸命教えました。だけどこのテロのアタックで。 その希望をだんだん大きくなるかもしれないんですけれども私は前の自分自身に戻りたいです。人間に信じたいです。でも今のところに人間に信じないです。